久保さん、苦しいにしましょうか。さっきね、めちゃめちゃちょっと久しぶりに苦しかったんですけど、なんかサイトが出なくて、街、ま、の、あ、すぐ動画撮ったんですけど、なんか X サーバー僕使ってるんですよ。で、障害があったっぽくて、でも最初公式に出てないんですよ。で、公式に出てないから、おこれなんか俺悪さしたかなって、いや、普通にやってる人な、みたいな。で、出ないんですよ。で、Twitter で、ハッシュタグでね、あのー、同じような症状出てると、誰かつぶやいたりする人いないかなと思って調べたら、同じように、 サー落落ちちててててるるっっぽいってつぶやきがあってお落ちてるのかで、その後動画撮ったりいろいろやってたら、今度、あの、X サーバーの公式に、その、障害がありました、みたいな、今、普及やってます、みたいな書いてあって、あそうなのか、っていう。で、僕んとこは治ったっぽいんですけど、ちょっとね、苦しかったですね。マジか、どうしよう、みたいな。<laughs> まあでもどう、どうしようもなんないんで動画撮りましたけどね <laughs>。どうしようもなんないから、僕は動画撮りましたけどね <laughs>。 いや苦しいことありますよね。自分じゃどうしようもなんないことってあるじゃないですか。だからどうしようもなんないことはどうしようもなんないからしょうがないけど、自分ができること。まあ動画撮れるなっつってね、動画を撮りましたけど。まあ生きてるとね、なんだろうな。自分がどうしようもなんないこともあると思います。うん。だからそれはしょうがないですよね。でもできることはあるはずなんですよ。その中でもね。だから僕は一応その、なんだ。 あのーポータルサイトとか提供して、それ、X サーバーでやってるんで、お客さんが、あれ、吉谷さんのサイト見れないぞってな,な,る,かなると思うんですよ。でも、事前に、いや、今、こういう状況でって動画撮っていけばあ、あそういう状況なんだってなるじゃないですか。だから、その X サーバーの、のサーバーの、僕は X サーバーで働いてないし、メンテナンスしてる人じゃないんで、そこはどうしようもなんないけども、それをやることによって、お客さんの不安をね、ちょっと取り除くことはできるんじゃないかなっていうところですね、やれることはやれあるよと。 だからみんなそのやれない理由をなんかいろいろ言うんですけど、手持ちのカード使ってますかと、手持ちのなんかや使ってんすかやってんすかって言ってやってないんでね、やれよって話ですよね <laughs>。はい。いってらっしゃい。